野津は湖大分川ダムは、大分県大分市の一級河川、大分川、水系七瀬川に建設中のダムである。なお、ダムの名称は建設完了時に、七瀬ダムに変更される、国土交通省九州地方整備局が施行を行う、国土交通省直轄ダムで、高さ85.5メートルのロックフィルダム、大分川水系最大規模のダムであり、セリガーダム以来の多目的ダムである。 七瀬川及び大分川の治水と大分都市県への上水道供給を目的とした特定多目的ダムである大分川水系における重要なダムであるとの意味から大分川本川ではなく支流の七瀬川に建設されるにもかかわらず大分川ダムと命名されたが地元の要望により建設完了時に七瀬ダムに名称が変更されることになった 本体工事は2019年11月24日に完成。2019年度末に事業が終了し、2020年4月に供用を開始する予定である。2018年2月下旬からは試験淡水が行われている。完成すれば、堤高では下請けダムに次いで大分県で第2位となるダムに面した国道442号沿いには、 2019年11月30日に、道の駅の津春が開業している、大分都市圏を貫流する一級河川である、大分川は、流域に、たびたび水害を引き起こしてきた。特に1953年6月には、西日本各地で梅雨による水害が起き、大分川流域でも11名の死者、行方不明者を出すとともに、小野鶴橋や舞鶴橋の流出、1万個以上に及ぶ、 浸水といった甚大な被害を引き起こした。また、大分市は1964年の新産業都市に指定され、その後、大分臨海工業地帯の発展などによって、指定当時に比べて人口が倍増しており、大分側の洪水想定氾濫区域内の人口密度、資産密度は九州の河川で最も高くなっている。さらに、 人口増に伴って、上水道の需要の伸びが予測された。大分川ダムは、1956年に竣工した、セリ川のセリガーダムと並んで、大分川水系の洪水調節の機能を担うと、共に大分都市圏に水道用水を供給することを目的に計画された。しかしながら、用地の買収や、漁業保障の交渉などに時間を要した上に、 人工像の鈍化などに伴う多い他市の水需要の見直しによる計画変更によって建設が長期化した。一時、竣工予定は2010年とされたが、2017年に変更され、さらに2019年度末になった。ありがとうございます。